本日はプロテストに見事合格した中野絵里香プロに来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。まずプロテスト合格おめでとうございます。ありがとうございます。え、何回目の挑戦になるんですか？6回目です。あ、意外ですね。はい、結構かかりました。すぐ通ると言われてたので6回目はかかって、はい、まあまあここからが勝負なんでね。はい、でそのプロテスト最終日68ですかね、はい、で劇的に通過したんですけども、はいはい、まあこの初日2日目3日目だとこう予選カットラインよりちょっと下でプレーして、で、ね、はい、でまあ、それも含めて4日間プレー内容としてはどうでしたか？はい、なんかまあオーバー叩いたのが2日目だけで、はい、いつもこう最終テストになると結構こう崩れちゃうっていう、まあ、メンタル的にもであったんで、意外と3日目まではこう県外にいたけど計画通りっていうわけじゃないけど、意外と自分の中では最終日出せるなっていう自信はあって、で最終日も5アンダー目標にして回ってたので、意外と4日間こう計画通りに進んだかなとは思います。はい、見てる方はちょっとラインより下で話してましたけど、はい、本人からしたらそこまで悪くもなく、焦りも本当になかったですし、はい、いい4日間だったかなと思います。ありがとうございます、はい、じゃあ作戦通りというか、はい、普段この今回のプロテストにあたってこういう作戦でいこうとか、こういうなんかことを意識していこうとかってあったんですか？はいはい、もうとにかく最終プロテストを楽しむっていうことをすごい心がけて、あんまりこう気負わずに自分で自滅しないようにっていうのは本当に意識してました。はい、そうですよね、はい、自滅するのが一番実力ある人からしたらもったいないですもんね。はい、どうですか、夜とかって全然寝れたんですか？もう毎日8時間9時間ぐらい寝て、夜もたくさん食べれたんで結構普通いつも通りに過ごせたなっていうのはあります。はい、まあ、そこが一番8日間安定した結果出した、はい、ところですかね。はい、ちょっと聞きたいんですけども、はい、でもプロテストの映像を YouTube とか流れてたので、はい、ちょっと見ながらやって、朝一とかは本当にすごいバーディーチャンスについて、はい、すごいなと思ってたんですけど、最終ホール、セカンドの時に手こう離したじゃないですか、はい、あれは引っ掛けた感じですか？あれ完全に手だけで打っちゃったんで、はい、完全に体止まってたんで引っ掛けてしまいました。あれはさすがに緊張したんですか？はい、そうですね、2打目地点についてからすごい緊張感高まってきて、はい、引っ掛けてしまいました。危なかったです。あのホールってロングホールで左がずっと池のホールなんで、はい、そうです、はい、それで、はい、あそこいつも右から風が吹くので、はい、池の方に向かって風が吹いてるから、そのプレッシャーもあってちょっと体固まってしまいました。はい、あれセカンド何で打たれたんですか？5番ウッドです。あ、はい、で体止まって、でそれは左の池にも入らず、入らずバンカーで止まってくれて、ちょっと顎近かったんですけどよかったと思って。で最後は何ヤードのバンカーショットだったんですか？125で9番アイアンで思いっきり打ちました。顎は全然ギリギリというか、ギリギリでした正直。はい、セカンドサードと怖かったんですね。結構ヒヤヒヤでしたどっちかミスってたらもう落ちてたかもしれないんで。そうですね、あの時でカットラインちょうどぐらいだったので、絶対ボギーだけはダメなところですね。そうなんです、はい、じゃあそこをどうにかそこから乗っけて、はい、で最後7メートルどのぐらいのパットでしたっけ？7メートルぐらいの2段越えてのグリーン、はい、でそこをしっかり2パットで行って、はい、良かったですね。本当に良かったです見てる人は多分ヒヤヒヤしてたと思うんですけど。そうです、はい、打って手離した時ボールはなんかカメラで追っかけてなかったので、はい、どこ行ったか全然分かってなかったので、はい、で見てる方はすごいやばかったですよね。ヒヤヒヤだったと思います本当に良かったです。ありがとうございます。まあプロとしてはこれからがスタートラインなので。そうですね、はい、でその中でこの4日間戦ったり、まあ、1年間戦ってきて、中野プロの一番の武器とかっていうのはどういうことになるんですか？今まではやっぱ、はい、ドライバーとパターが得意って言ってたんですけど、やっぱり今年1年間アイアンがすごい安定してたので、これからアイアンを武器にできるかなとは思います、はい、やっぱりアイアン良くないとそのバーディーの確率というか、はい、やっぱ長い距離のパットするより短い距離のパットした方が確実ですし、はい、それこそプロテスト最終日とかもアイアンがすごい安定してたんで、はい、武器にできるかなと思います。あ、じゃあもう4日間通してパーオンとかは結構多い感じですか？多かったですね、はい、まあ、パーオン多いとやっぱボギーの確率減りますしね。はい、3日目4日目はグリーン
アプローチしたのがたった1回だけやったんで、結構グリーン乗ってたんで結構それで気持ち的にも楽やったんやと思います。はい、じゃあめちゃくちゃアイアンが武器になって、はい、まあ、心に余裕ができて、はい、で最終日の68につながった感じですかね。はい、あ、ありがとうございます。でアイアンの方もレイブのシャフトを入れていただいてるんですけども、そうなんです、はい、どうですかアイアンシャフト入れてから調子は。それこそ今年入れたん、はい、入れて帰って、で結構こう軽く振って簡単に球が上がってくれるんで、硬いグリーンでもすごい対応できますし、もう軽く振って飛んでくれるから力入ることもないし、すごい気持ちよく振れてます今。あ、はい、ありがとうございます、はい、それまではスチールシャフト使ってたんですか。あ、スチールです、はい、アイアンだけスチールシャフトで、はい。スチールとこのカーボンに変えて の、うん、その一番の違いって何かありますか。それはもう球がすごい簡単に上がるっていうのが一番大きくて、なんかカーボンシャフトアイアン入れるとこう飛びすぎたりとか距離感合うんかなっていう心配とかあったんですけど、それもなくもう安定感抜群で、はい、すごい楽に打てるのが一番いいなって思います。ありがとうございます。まあ、これからプロの試合行ったらこうグリーンが速い、硬いってなってきた中で、アイアンがこう止められるのは強みになりますよね。いや、すごい強みになります。はい、ありがとうございます。じゃあもうこれから来年は、はい、まあ、レギュラーツアーというかステップアップツアーがまず主戦ですね。主戦場になります。はい、じゃあそこに向けて、まあ、ドライバーはもともと曲がらないので、はい、まあ、アイアンを武器にして、はい、さらに賞金、そうです、ステップアップの賞金女王ですよね。はい、目標は、はいはい、そこを目指して頑張っていってもらいたいと思いますね。はい、頑張ります。せっかくなので、まあ、得意って言っていただいてた、はい、まあ、アイアンの方と、まあ、あとドライバーの方、はい、ちょっと打ってもらってもいいですか。わかりました、お願いします。ドライバーもそうですけど、やっぱり力感がずっとそんなにこう一定のリズムで振れるので、はい、すごい安定しやすいですよね。はい、まあ、それでいてカーボンにするとやっぱ楽に上がって距離も出てくれるので、はい、楽ですかね。楽ですとにかく楽です。完璧です、ありがとうございます。それだったら本当に武器になりますね。はい、球も上がってますし、はい、ブレもないので、そうなんです、はい、どっかでもバーディー狙っていただけるようなアイアンだと思います。はい、でもしよかったら次ちょっとドライバー見させてもらってもよろしいでしょうか。はい、でドライバー今使ってるシャフトはダイナマイト。あ、ダイナマイトです。はい、あ、ありがとうございます。どうですかダイナマイトに変えてから。すごいこうしなり戻りもいいですし、はい、何よりシンプルで素直なんで、なんか変なねじれとかないから。簡単にこうまっすぐ飛んでくれるっていうすごい、はい、簡単なのは一番ですもんね。はい、本当に曲がらないですね。はいドローっていうよりもストレートドローでもう軽くポールで254ヤードはい、はい、データがすごいですね。まあ、もともと得意でさらにダイナマイト入れてから安定感も加わって、はい、もうなんか安心して見てられますね。すごい安心感はすごいあります。はい、いやまあもう本当にもともとの武器ですし、はい、これからもずっとしっかり武器になりそうですね。なります多分。ありがとうございます。はい、今まあ中野プロの武器ドライバーとアイアン見させてもらったんですけども、はい、どちらも本当に毎回打っても同じ軌道を描くぐらい安定して。で距離も方向もでバックスピン量とかも常に安定しているので、やっぱこれはすごいこれからプロの戦いしていく中でも武器になりますよね。うん、なりますね。やっぱ連戦連戦で、はい、いろんなとこコース回らないといけない中でブレないっていうのは本当に武器になると思います。はい、これも武器で頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。じゃあ来年に向けてちょっと一言いただいてもよろしいでしょうか。はい、来年は、ステップアップツアーが、主戦場になるんですけども、ステップアップツアーで賞金女王になって、再来年のレギュラーツアーの前半戦の権利取れるように頑張りたいと思います。頑張ってください。ありがとうございます。松さん中野プロに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。